はい、皆さん、こんにちは。本日は公務員司法試験という選択というガイダンスを始めさせていただきます。私は、レック東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。で、本日のガイダンスは、主に学生向け、もちろん社会人の方も対象なんですが、司法試験と公務員で迷っている方、要するに、法曹になるか公務員になるか迷っている方向けの、ガイダンスになります。あるいは、両方受けるということも可能になります。で、主に、公務員の中でも法律職、法律系を使って試験に受かる、あるいは行政職、こういったものが中心になるのはご了承ください。で、なんで司法試験と公務員、迷われる方いるかというと、特にね、法学部の学生さんなんか多いんですけど、法律を学ぶとですね、公務員試験受かりやすいんですよ、正直。あと、司法試験は当然ね、法律の試験ですよね。あるいは一般企業就職なんかもあるんですけど、大体法学部生の進路って3つって言われてて、今の司法試験、法曹になるか、公務員になるか、民間就職か、大体この3つと言われております。で、特にね、民間就職、もちろんね、視野に入れてもいいんですけど、公務員と司法試験迷われてる方、そのね、選択の一助になればと思い、このガイダンスを実施いたします。で、まず、司法試験の概要についてご説明します。このですね、ガイダンスレジュメの1ページ目見てください。で、この司法試験のすべて合格までが分かるサクセスストーリーってあるんですけど、第1、制度概要。司法試験ってね、聞いたことあるけど、どんな仕組みか分からないっていう人もいるので、ちょっとご説明していきます。司法試験ご存知の方、ここ早送りしていただいて結構です。1、司法試験制度の概要、括弧1、司法試験とは、これ、法曹、弁護士、裁判官、検察官になるための試験になります。で、皆さんご存知の通り、弁護士っていうのは、ドラマとかで見たことあるかもしれないけど、民事裁判では、当事者、クライアントの代理人といって、代わりに裁判をするという仕事になります。例えば、知り合いの会社に300万円貸したんだけど返ってこない。裁判を依頼したい。となると、弁護士が代わりに裁判をすることができます。で、裁判ってね、もちろんそんなに難しくない裁判もあるんだけど、基本的にはね、結構難しいです。なので、やっぱり法律の専門家に依頼するっていう方が多いです。で、次、裁判官。裁判官はジャッジする人ですね。民事事件だったら、貸したか貸してないか、そんなものを判断します。で、検察官は、犯罪を犯したと疑われる人を刑事裁判にかける仕事になります。で、これ、警察官と検察官の違いってわかんない人いるかもしれないけど、警察官は犯罪が、あったって思うと捜査をする。で、検察官もちょっとは捜査するんですけど、基本的に検察官は裁判にかける人です。で、もちろん弁護士が刑事弁護って言って、犯罪を犯したと疑われる被告人を弁護することもあります。で、この3つのどれかになるための試験です。で、試験共通なんですね。今、法曹一元制度っていうものが取られてますので、法曹一元ね。日本は法曹一元制度で、この裁判官、弁護士、検察官の試験は分けられていませんので、1つの試験で判断するということになります。で、こちら合格して司法修習へ行き、これ1年間の研修です。で、さらに2回試験に合格すればなれます。もう試験だらけです、この世界は。そういうものだと思ってください。ただ、細かく言うと、弁護士は弁護士会への登録っていうのが必要です。で、弁護士会は北海道は広いんで4つ。で、東京は歴史的経緯から3つありますけど、他は都道府県ごとに1つです。で、例えば、埼玉で弁護士の事務所をやりたい、あるいは埼玉の弁護士の事務所に所属したいとなると、埼玉県弁護士会に登録しなければならない。で、審査があるんですね。で、基本的には審査通るんですけど、例えば前科があるとか、そういった人は、ちょっと考慮が必要です。場合によっては登録拒否というものもあり得ます。ただ、ここはね、今の段階であまり心配することではありません。で、裁判官、検察官は、これ公務員なんですね。皆さんが思われる公務員試験とはちょっと違う公務員かもしれないですけど、一応公務員です。なので、採用されることが必要です。ただ、裁判官、検察官の公務員試験は、これ司法試験なんですよ。なので、試験には受かってるから、あとは司法修習の中で、リクルーターの裁判官とか検察官にいるんですね。
このリクルーターの検察官とか裁判官に気に入ってもらって、君検事どうって声掛けしてもらえると検事とかになれます。だから司法修習頑張ることが重要です。あとね、司法修習の間にも、研修の間にもちょこちょこテストがあるんですよ。起案って言ってね、実際に判決文書いたりするテストがあるんですけど、それでいい点数を取らないと裁判官には採用してもらえません。で、検察官もそこそこの点数取らないと採用してもらえないので、司法修習は頑張りどころ。特に裁判官、検察官になりたい人は、司法修習で、まあ、裁判官や検察官とたくさんコミュニケーションを取って気に入ってもらう。飲み会とかもちゃんと出る。それと同時に試験でいい成績を取る。これらが要求されるわけになります。よろしいでしょうか。じゃあ、続きいきましょう。もうちょっと拡大しますね。で、この括弧に司法試験の中身です。で、司法試験は、来年から7月に実施されます。単答式試験って言って、これは、まあ、マークシートの試験ですね。選ぶ試験で選択肢。憲法、民法、刑法っていう3科目の多種択一式試験。これマークシート試験が行われます。で、どんな感じかというと、ちょっと問題も見てみましょう。2ページ目のね、真ん中や下の2、単答問題。で、参考資料、平成29年司法試験予備試験、単答式試験、民法って書いてるけど、司法試験予備試験と司法試験の民法の問題は、担当はほとんど同じなので、司法試験もこのような問題が出ると思っていただいて構いません。ちょっと見てみましょう。第一問、A が、これね、今、成年が18歳になったので、17歳に直すと問題になります。A が17歳としましょう。17歳で、親権に服する男性であることを前提として、次の「あ」から「お」までの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは項記1から5までのどれか。で、これ成人年齢が20歳だった頃の問題なので、17歳に直すと今でも通用します。で、あ。A がその親権者から営業を行うことを許可された後に、親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、A はその売買契約を取り消すことができない。丸か×かって判断するんですね。で、これ答えは×なんですけど、民法の条文知っていればわかります。ただね、これ民法を知らなくても、とりあえず、あ、なんか未成年者って一人じゃ契約できないな。親の許可が必要だな。まあ、その関連の問題だなってわかりますよね。民法ってこのように身近な契約とかそういったものに関する問題です。で、司法試験の特徴は、単純に丸×判定するだけじゃなくて、足の組み合わせがあるんですね。1、あ、うが正しいのか、あ、えが正しいのか、正しいものを組み合わせたものを選ぶって、ちょっと複雑な問題になっています。で、これが単答ね。レジュメの1ページ目に戻ります。あと、論文式試験があります。で、司法試験の中心は単答ではなくて論文です。もちろん、単答の点数が悪すぎると、論文も採点してもらえない、足切りはあります。しかしながら、論文が難しいんですね。これなんでかというと、まあ、いくつか理由があるんですけど、単答ってね、勉強すればいくらでも点数伸びるんです。知識があれば知識があるほど伸びる。一方、論文って書き方あるから、なかなか点数伸びづらい。で、みんなね、特に司法試験ね、何年も受けてしまう、まあ、言い方悪いんだけど、ベテランって言葉があるんですね。ベテランになってしまう一番の原因は、単答ばっかりやる。で、これ人間の心理として仕方ないです。だって単答式試験って頑張れば頑張っただけ成果が出る。人間ってそれ嬉しいじゃないですか。打てば響くもの。成果が出るものってすごく人間ってやりたがるので、どうしても単答に集中しちゃう。でも、なかなか成果が出ない論文も受からないと司法試験に受からないですよね。なので、むしろ論文を中心にやらなきゃいけないってことになります。で、脱線しました。で、論文は科目多いです。憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目の8科目です。でね、この憲法から刑事訴訟法まで、ここ7項目あるんですけど、これ受験会用語で俗に7法と言います。7つの基本的な法律を集めて、これが司法試験や予備試験のメイン科目になります。そして7法の概念は、これね、6法
4って言葉聞きますよね。6法に行政法を合わせた概念。で、六法って実は意味は多義的でいろんな意味あるんですけど、ここでの六法は、論文式試験の科目にね、あるんで、これ書かなくていいですけど、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、この7科目を言います。この6科目を言います。昔、司法試験ってね、この6科目が中心だったんですけど、それに行政法を加えた科目が今の司法試験の基本的な科目になります。なので、司法試験とか、あるいは予備試験、ロースクール、そういったね、司法試験関係を受ける人は、まずこの7法をしっかり基礎を固めなきゃいけない。ということになります。ちなみにちょっと脱線するんですけど、六法って他に意味もあるんですね。六法の他の意味は、これ全ての法律っていう意味もあります。なぜかというと、六法って重要な法律を集めたんで、それはもう全ての法律みたいなもんだということで、全ての法律を指して六法っていうこともあります。あと、重要なたくさんの法律ということで、六法っていうこともあります。六法全書の六法っていう意味はこっち、重要なたくさんの法律ってことです。六法全書はこの六法以外にもたくさんの法律載ってますので、六法全書は重要なたくさんの法律が載せた全書っていうことになります。いいでしょうか。あとですね、選択科目ですね。選択科目は1科目選択します。ここで選択科目ってありますけど、労働法、倒産法、知的財産法、租税法、経済法、環境法、国際司法、国際公法。これが選択科目になります。で、この詳しい法律の中身は触れませんが、公務員試験を受ける方は、労働法を選択する方が多いです。なぜかというと、労働法が出る公務員試験があるから。あとね、国際公法っていう人もいます。国際公報出る公務員試験もあります。いいでしょうか。公務員を両睨みする人はこのどっちかを受ける人が多いですね。で、この司法試験って結構過酷なんですね。7月の4日間で、基本的に水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日の5日間のうち4日間を使って行われます。なぜかというと、過酷すぎて金曜日が休みなんです。で、水曜日が論文試験。木曜日も論文試験。土曜日も論文試験。日曜は単答式。こういうことになります。で、なんで日曜に単答式試験があるかというと、これね、予備試験の単答式試験は日曜日1日で、予備試験と共通なんですよ。単答の問題はほとんどね、全部じゃないか。ってことは、日曜にぶつけた方が問題の、露出がなくて、問題の漏れがなくていいということで、こういう順番になっています。でね、基本的に朝から晩まで、水曜日朝から晩まで、木曜朝から晩まで、土曜日はね、半日。で、日曜も短い担当だから。なので、前半がかなりきついです。なので、私もね、合格した年は、水曜の前日と火曜日、眠れませんでした。もちろん緊張もあったし、私ね、カフェイン好きなんですよね。コーヒーとかすごい好きなんで、それ取りすぎてたのもあるかもしれない。で、水曜日も、これ寝れませんでした。やっぱりすっごい気持ち高ぶってるし、1日目寝られなくてどうしようかなっていう気分もあった。あと、司法試験ってね、飲み物飲めるんですね。受験中に水分補給の。しかも1種類じゃなくて、ペットボトルだったら何個も持てるから、結構ね、皆さん、それでもカフェイン飲んだりするんで、それもあって、水曜日はほとんど眠れなかった。で、木曜試験終わって、どっと寝ましたよね。やっぱ疲れ溜まってたんでしょうね。で、このガイダンス聞いてる学生の方、体力ある方多いと思いますけど、それでも結構過酷な試験です。
あとね、めちゃくちゃ論文書くから、腕立て伏せしてね、腕の筋肉つけておくとか、そういう人もいます。まあ、それはいいんだけど、結構過酷な試験です。で、社会人の方はやっぱり、水曜日、木曜日休まなきゃいけないので、そういったスケジュール調整なんかも大事になってきます。じゃあ、脱線しまくってますけど、1ページ目に戻ります。では、カッコさん。司法試験を受けるための資格ですね。司法試験を受けるためには、ロースクール。これは法科大学院で修士課程相当です。で、所定の単位を取得する。これが一つの受け方です。もう一つは予備試験に合格しなければならないということです。で、ロースクールは大学院ですから、大学卒業して、ロースクールに行って、所定単位取得して司法試験を受けるか。あるいは予備試験という試験に合格して司法試験を受けるか、どっちかになります。で、ちなみにね、前まではロースクールを修了。ちゃんとね、ロースクール卒業、大学院なんで、卒業とは言わないで修了って言うんですけど、ロースクール修了してから司法試験受けるってパターンだったんですね。ただ、それだと、卒業してから試験受けるってなると、就職までちょっと時間空くじゃないですか。それ不健全だということで、ロースクールの在学中の7月に司法試験を受けるという制度に変わりました。だから、ロースクール卒業しないうちに今受けるということになります。2年コースがロースクール普通なんですけど、2年目の7月で受けます。括弧4です。予備試験です。で、予備試験に合格すれば司法試験を受験できます。で、予備試験には受験資格ありません。現に高校生の合格者がバンバン出ています。で、ロースクールに行く時間とお金、学費を節約できます。3年コースもありますね、ロースクール。この2、3年とお金、学費を節約できます。で、ロースクールに行く時間が無駄とは私は申し上げません。やっぱりね、ロースクールで仲間を作りたいとかですね、あとは、やっぱり学位が欲しいっていう方もいますよね。日本の学士って、日本の中では素晴らしいんだけど、外国行くとやっぱ修士とか博士、大学院の学位がないと通用しないって世界は確かにあります。で、学位が欲しいからロースクールに行くんだっていう方もいらっしゃいます。で、私はそれは無駄だとは思いません。あと、ロースクールで教授との交流を持つ、これも素晴らしいことだと思います。ただね、一個言えるのは、そのためにロースクールや、ロースクールに行くってのはちょっと違うんじゃないかなと思います。なぜか。仲間作りは別に司法試験受かった後の司法修士でいくらでもできます。もちろんね、司法修士ではなんかね、ちょっと私も嫌だったんですけど、ロースクールによる派閥みたいなのを作りたがる人はいるんですよ。特にあんまり言えないけど、C 大学とかね、ひどかったですね。すごく集まる傾向あるんです。ただそうは言っても、そうじゃない人もいっぱいいるんで、別にね、司法修習に行って仲間作りってのは十分できます。あと、学位について。これね、日本の弁護士資格取ってから、例えば海外のロースクール行くとか、箔つける方法はいっぱいあるので、今、その学位のことだけでロースクールって選択をしなくてもいいかなとは思います。ただ、予備試験は以前よりは一気化したが、ロースクールによる入るよりは、非常に難しいです。で、ミニ司法試験のイメージで、予備試験に合格したら司法試験はまず間違いなく合格できるとされています。たまにね、若干傾向違うんで落ちてしまう人もいるんですけど、普通は受かります。なので、ロースクールはね、今どちらかというと、予備試験第一志望です。で、予備試験に落ちちゃっても、私は法曹になりたいから、ロースクールを第二志望としていくっていうパターンが非常に多いです。ただ、もちろんこれは個人の選択になります。で、7月、単刀筆記試験、予備試験はあります。で、これ、2日間で行われます。あ、失礼しました。1日間で行われます。憲法、行政法、民法、司法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7法科目と一般教養科目です。で、一般教養科目は公務員試験に近いので、公務員のお話をしてからまた戻っていきます。で、9月、土日で論文式試験が行われます。憲法、行政法、民法、司法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法という7法科目と、選択科目。これは労働法、動産法、知的財産法、租税法、経済法、環境法、国際公法、国際司法から1科目選択です。で、民事実務と刑事実務。これはね、あくまで法律の試験です。法律の実務的な応用能力を問う試験なので、法律をきちんとやって対策を取れば問題ありません。で、ここで見ていただいた通り、司法試験より科目多いんですね。これなぜかというと、予備試験に受かったってことは、ロースクール修了と同等ですよ。っていう資格証明試験なので、それなりにハードルが高くなってます。逆に言うと科目が多いんで、まあ予備試験に合格したら、
普通は司法試験に受かります。論文式試験の傾向が若干違うので、そこは対策は必要です。1月、口述試験。で、民事実務、刑事実務。こんなのがあります。で、口述試験は、面接じゃないんですよ。あなたはなんで弁護士になろうと思ったんですかって聞かれるわけではありません。口述はね、どちらかというと、口頭試問ってやつで、学問的な内容を口で聞かれる、そういった試験になります。例えば私がいつもね、ガイダンスでお話しする例はこんな感じです。例えば民事実務だとね、パネルを見せられるんですね。こんなパネルです。X と Y は名古屋で交通事故を起こしました。X が被害者です。だから被害者である X さんは加害者である Y さんに150万円の損害賠償請求をしようと思います。X は東京に住んでいます。Y は大阪に住んでいます。X さんはどこの裁判所に訴訟を提起することができるでしょうか。これ民事訴訟法とか民事実務の問題で、裁判管轄の問題と言います。これ民事訴訟法を勉強したら分かるんですけど、実務上はかなり重要な問題です。だってね、これ大阪の裁判所だったら X が交通費払って大阪の裁判所行きますよね。東京の裁判所だったら逆もしかり。ただ、交通事故が名古屋だったんで、交通事故の現場を裁判官が見に行くんだったら名古屋の方がひょっとしたら都合いいかもしれない。まあ、なかなか難しい問題ですよね。で、これ民事訴訟法のちゃんと条文に答えがありまして、これ東京でも名古屋でも大阪でも全部訴訟を立てることができる。だから X は好きなところで訴訟を立てることができるということになります。で、これ X の弁護士、あるいは X さんが戦略考えるんですね。もちろん X の交通費を抑えるなら東京が一番いい。ただ、あえて大阪で訴訟を提起して、Y さん裁判所に出てきやすくする。そうするとね、裁判所に出てきたら和解って話し合いができるかもしれないので、大阪に訴訟を提起するとか、いろんな戦略はあります。ただ、まあ、この戦略までは問われません。あくまで法律上、東京と大阪と名古屋の地方裁判所に提起できますって答えれば十分です。じゃあ次ね、2ページ目いきましょう。次、ロースクールです。ロースクール法科大学院です。で、これ入学して所定の単位を取得すれば司法試験受験資格が得られます。で、これ修士課程相当だが、研究よりも高度な法律の知識と使い方に重点が置かれます。普通のね、大学院の修士課程っていうのは、修士論文を書くために行くんです。要するに研究してね。でも、ロースクールっていうのは研究じゃないんですよ。どっちかというと勉強なんですね。で、講義の中身はソクラティスメソッド。教員と受講生の議論を通じてある説問をどのように法的に解決するかを考えて、一言で言うと当てられるんです。論文の問題みたいなね、説例がね、1個与えられて、これを検討してから授業に臨んで、教授に当てられて答えていく。そういうことになります。で、これ3年コースと2年コースがあります。未修者コース3年で法律学習したことがない人向けです。入試は小論文。これ法律以外の小論文が多いです。TOEFL、TOEIC のスコアが要求される場合もあります。修士コース2年。これは法律学習者向けです。入試は法律の論文試験が多い。で、TOEFL、TOEIC のスコアが要求される場合もあります。で、これなんですけど、気をつけていただきたいな。法学部、法学部じゃないで分かれてるわけじゃない。法律学習あるかないか。もっと言うと、この2年コースは、法学部じゃなくても別に自分で独学で法律勉強してもいいんですよ。とにかく法律の論文試験書ければいいと。で、法学部でも法律勉強してない人は3年コースに行くこともあります。ただね、はっきり言います。これ、法学部、法学部じゃない、関係なく2年コースに行ってください。ロースクールが。3年コースという選択肢はまずないです。
なぜか。3年コースって、要するに1年目で法律の基礎的な学習をして、2年目で2年コースに編入するんですね。併合されるんですね。ということは、1年で法学部受験生みたいな人、しかもロースクール入試に、合格してきたモンスターと合流するから、1年で法学部に追いつかなきゃいけない。4年のね。なかなか厳しいですよね。で、もう一つ。今ね、司法試験で3年目の4月に受けるから、未修者コースに入っても実質法律勉強できるのは2年と4ヶ月。それで司法試験レベルまで持っていくと大変です。むしろそうじゃなくて、ロースクールに入る前に法律やったことある人もやったことない人も、例えばね、レックの予備校の入門講座みたいなのを使っていただいて、ある程度基礎を固めてから、ロースクールに入った方が落ちこぼれもないです。ロースクール落ちこぼれる方もいます。落ちこぼれもないし、スムーズに学習できますので、私は2年コースをお勧めします。ある程度法律の基礎つけてからロースクールに入った方が絶対です。いいでしょうか。あとね、予備試験とロースクールのメリット、デメリットで、予備試験の方がいいよってお話ししておいたんですけど、1個だけロースクールの方が優れてるって点があります。それね、学生。で、学生で、例えば4年で法学部卒業して、こう司法試験を受けるために無職でこう勉強する方もいらっしゃいますね。で、もちろんそれでも就職はできるんですけど、ロースクールに行って、例えば諦めた方が就職はしやすいです。なぜかというと、職歴、学歴の空白期間がないから。法学部4年卒業しました。予備試験でずっと勉強していて諦めます。就職しますだと無職の期間ありますよね。で、もちろん司法試験の勉強してましたって言えばいいんだけど、まあ、それを嫌う企業さんもあるわけですよ。でも例えば、法学部4年出てロースクール2年行って、そこで司法試験に受かんなかったから就職に切り替えると、それは新卒扱いなんですね。で、一般に日本の企業ってのは、これ良くないことなんだけど、まあ、終身雇用制との兼ね合いもいろいろあって、新卒の方が強いんですよ、就職は。だから、新卒を保っておくという意味では、ロースクールも選択肢にはあるかもしれない。なので、よく法学部生、まあ、他学部生でも取られる、学生さんのコースは、とりあえず予備試験目指すんだけど、在学中に予備試験合格できなかったら、ロースクールに切り替えて、新卒をずっと保っておくっていう戦略が非常によく見られます。まあ、これがロースクールです。あと、英語のスコアが要求されることも非常に多いですので、ロースクールを目指される方は若干英語を勉強しておいた方がいいです。もちろん放送になってもね、英語ってのは使えますので、まあ、使わない仕事もありますけど、あった方がいいので、勉強しておくに越したことはないでしょう。じゃあ、ちょっとここから公務員の話もしておきます。で、13ページ見てください。これは別のガイダンスで使ったレジュメなんですけど、司法試験と公務員、両睨み学習戦略ということです。でね、公務員って市役所職員とか思い浮かべる方もいらっしゃると思います。で、そのお話は後でしますけど、まず、司法試験の予備試験や、あとロースクール入試なんかと一番両立しやすい国家総合職の法律職というものについて解説をさせていただきます。で、その後でこの知識を活かして他の公務員にも若干ですが言及します。なので、総合職中心になってしまうことはご了承ください。1番。国家総合職試験の概要、法律職です。で、国家総合職って何のか。昔は国家医師と言いました。で、これは政策の企画及び立案または調査及び研究に関する事務をその職務とする係員の採用試験になります。で、これ何言ってるかというと、実際、いわゆる官僚になる試験です。で、官僚ってね、今あんまりね、昔よりイメージ良くないと言われてます。で、非常に悲しいことでもあります。で、官僚ってのは何か。憲法でやったかもしれないけど、日本って議員内閣制で取ってるんですね。議員内閣制って言葉自体知らなくていいですよ。日本の今の総理大臣って岸田総理大臣ですよね。岸田首相ってどうやって選ばれました？これ自民党の総裁って自民党のトップなんですね。で、自民党っていうのは今、衆議院の中で一番勢力があります。で、衆議院の中で一番勢力がある人のトップが首相になる。これが議員内閣制なんですね。で、内閣の仕事って何か。まあ、いろんな仕事があります。まあ、基本的に行政やるわけですけど、その中の一つに
法律案を国会に提出するっていうのがあります。つまり内閣でこれからこういった行政をやりたいんだ。例えばコロナ対策でこういった予算をつけたいから法律を作る。でも岸田さんってね、必ずしも法律のプロではないですね。あるいは他の大臣も法律のプロではない。で、その法律のプロではない、あるいは他の分野のプロではない。その大臣を支えるのがこの官僚なんです。だってね、例えば農林水産大臣になった大臣が、じゃあ農業詳しいか、漁業詳しいかというと、それなりに詳しいかもしれないけど、少なくとも農業と漁業と林業全部カバーできるっていうのは少なくともありえないですよね。だから、ちゃんとサポートする公務員が必要。それが官僚なんです。だからこれ、官僚っていうと、かなり上級の公務員です。で、ちょっと、お話をしましょう。官僚っていうのは非常に出世が早いです。例えば、地方の警察署の署長って何歳だと思います？これね、50代の人を思い浮かべる人と、20代、30代の人を思い浮かべる人、2ついると思うんですよ。テレビドラマの署長って2パターンあります。でね、50代で署長になるのは、いわゆる叩き上げ。警察官というのは基本的に、これも公務員ですけど、都道府県別の採用なんですね。神奈川県だったら神奈川県警、東京都だったら警視庁という名前になりますけど、都道府県別の採用。それで採用されて、叩き上げで署長になったら50歳ぐらいで署長。あ、それでも50歳ぐらいで署長って、叩き上げでもかなりね、エリートですよ。言っておきますけど。で、一方で、30代とか、まあ、今20代ないかもしれないけど、昔はあったようです。20代とか30代になるのは、これね、官僚から来た警察になります。中央にね、警察庁っていうのがあるんですよ。これ全国の警察の統括だと思ってください。これ全国の警察の統括で、ここの官僚は、要するに、教育ルートとして地方の警察官に若い頃になるんですね。だからもう20代、30代なんかで警察署長になれちゃう。だから官僚って他の公務員めちゃくちゃ出世早いんですよ。ちなみに警視庁っていうのは東京都の警察です。まあ、公務員試験受けたいなっていう人はこういったこともね、常識にしておくといいと思います。これ、いわゆる東京都警ですね。東京都の警察。もう一個お話しましょう。公務員っていうのはね、面白くて、課長補佐って役職があるんですよ。普通ね、企業だったら部長、課長、係長なんですね。でも、公務員には、部長、課長、課長補佐、係長。こういった役職になるんです。で、なんで公務員課長補佐って役職があるかというと、課長と係長の間にね、これギャップがありすぎる。なので、こういうポストがあるのが公務員です。で、地方公務員の場合、課長補佐になるのはもう20年とか経たないとなれないですけど、官僚の場合はね、本当にね、数年でなれると言われています。なので、それぐらい出世スピードが速いのが官僚です。あと官僚はね、地方公務員に出向に行ったりするんですけど、それでも若いうちにかなり地方でも上の役職を与えられます。まあ、それがいいか悪いかは別として、基本かなり責任感を持った仕事ができるということです。あと気になる人いると思うので、給料。給料はね、官僚は、若い時は安いけど、こう、年取るとめちゃくちゃ上がります。めちゃくちゃって言っても、まあ、民間の方が正直給料いいっていう話もあります。民間のね、いい企業の方が。で、若い頃はお金使う暇がないので、貯まるとも言われています。あと、公務員なんで、福利厚生はしっかりしています。まあ、そんなところですね。だいぶ脱線しましたけど、戻ります。で、気をつけていただきたいのは、国家総合職試験に合格しただけでは公務員になれません。他の公務員ってのは結構公務員試験に合格すると、まあ、採用面接もあるんですけど、採用面接に進んで、面接っていうのは大体受かるっていう種類も多いんですけど、国家総合職試験はね、
面接でめちゃくちゃ落とします。なので、これは面接に進める切符だと思ってください。で、国家総合職試験は官庁法もこれ採用面接に進むための最低限の資格になります。で、資格は3年間有効です。例えば、令和4年の合格者は令和6年の官庁法もか。ただし、最新年度に合格してないと特別な理由ない限り疑念を生む。なんで最新年度に受かってないんだろうってことになるので、最新年度で合格しておいた方がいいです。で、官庁訪問の際、席次順位はなんだかんだ言って見られている。で、上位で合格することが大切になります。ただね、ここ1個コメント。官庁訪問ってね、自分で行きたい省庁3つまで選んで訪問するんです。で、そこで、選ぶ省庁によっては席次はそこまで関係ないところがある。ただ、いわゆる上位省庁って言って人気とかですね、難しい省庁っていうのは、上位で合格しないと受かりにくいと言われています。で、もちろんね、この五大官庁って言われる官庁が、成績見られるんですけど、それが偉いというわけではないんですけど、ちょっと見てみましょうか。これ、あくまで公務員試験の五大官庁で、で、これ、この五大官庁というのは、国の政治で重要という意味では必ずしもありません。え、これ、公務員試験上の、要するに、席次見られる。五大官庁になります。これ何でしょうか？皆さん想像つきます？大体ね、お金握ってるとか、権力あるところが五大官庁になります。で、五大官庁の中の順番はつけません。一つ目はお金握ってるから、やっぱり財務省ですね。これ旧大蔵省でお金握ってる、税金とかもやるんで、これ非常に、入るのが難しいと言われてますし、やっぱり財務省に入るんだったら、席次は良くなきゃいけない。50番以上以内じゃないといけないっていうのはよく聞きます。で、ちなみに金融庁ってもあるんですけど、もともとこれ財務省だったので、まあこれ一緒扱いにされることが多いです。次に、まあ聞き慣れないかもしれないけど、経済産業省。昔の通商産業省でした。これはね、補助金とかいっぱい持ってるので、これも権力あります。経済産業省ってのはね、皆さん、公務員の勉強とか経済通の方は、まあ、しばしば問題になる省庁です。もともとね、日本の産業を活性化させようっていう、する省庁だったんですけど、いらないって声もかなり強いです、やっぱり。いや、余計なことしなくていいんじゃないかっていう話はあります。例えば LP だメモリって言ってね、パソコンのメモリ、まあ、携帯電話なんかでも使うんですけど、そのメモリはね、日本は昔すっごいシェアを持ってたんですけど、かなり落ちてしまった。で、国策としてね、LP だメモリみたいな会社を立ち上げようとしたんだけど、それもダメになっちゃいました。まあ、そういった経済産業省の方向っていうのは良くないんじゃないかと言われております。ただ、昔は石炭産業を畳んだ時とか、まあ、いろいろ活躍はしていました。で、これも五大官庁の一つ。じゃ次、権力系いきましょう。え、外務省。やっぱり外交あると、権力ありますよね。で、権力といえば警察庁。んなのが五大官庁です。で、もう一つはお金。でね、これ総務省なんです。で、総務省ってすごく名前ざっくりしてますね。で、これ実は、昔ね、省庁再編の時に、地方の自治省、地方自治扱う自治省と郵政省といろんなものを合併したので総務省って言うんですね。で、総務省の中の地方自治を担う自治ってところが、これやっぱり席次見られるんです。なぜかというと、地方自治になってるので、めちゃくちゃ予算あるんですね。で、地方に予算分配するとか、あと近年、ふるさと納税問題で総務省と地方自治体が対立とかニュース見たかもしれないけど、そういうこともやってるので、これが席次見られます。ちなみに、総務省は自治の他にテレコムって言って、これ通信になる。ただ、ここも結構権力はありますよ。だって、携帯電話会社の規制とかやってるのはテレコムですか。あとテレビとかね。とかいろいろあるんですけど、これは一般的には五大官庁に含めない。席次見られる官庁には含めない。自治までと言われてます。ただ、
これ以外の官庁がダメっていうことは全然ないですよ。例えば厚生労働省に行きたいとか、文部科学省に行きたいとか、根強い人気あります。あるいは農林水産省に行きたいとか、そういう方もいます。で、そういった方は、五大官庁ほどは席次を見られないってだけです。これはあくまで、席次が見られるという意味で五大ってつけてるだけです。受験会でね、これ、あくまで。そういうことになります。あと、ちょっと補足。経済産業省は、席次が低くても取ってくれる場合があります。ただ、それは、ものすごいね、ポテンシャルあるって面接で思われたときだけ。どういうことかというと、経済産業省ってのは、ある意味、商社とか、そういった、あるいはね、マスコミ系とか、そういったね、ところで就職できそうな人を取りたがる。要するにコミュニケーション能力があって、ガッツがあって、いろんな人を巻き込める力があるっていう人を取りたい場合があるので、その場合は席次関係ないよってことになります。あとね、ここで1個問題。これ、司法試験と公務員に関わってくるんだけど、なんでここに法務省って入ってないと思います？で、これ、法務省っていうのは、いろいろあるわけですね。刑事局とか民事局とか、強制局とか、まあ、強制局は省きますね。で、あと、入管と、税関があります。で、入管ってのは入国管理で、日本に入ってくる外国人行政をやる。税関ってのは、まあ、外国から入ってくる関税ですね。で、法務局のメインってのはどっちかというと、ここなんですね。刑事局とか民事局。これは刑事的な法律を作ったりする。民事的な法律を作ったりする。ここがメインなんだけど、ここの官僚は検察官もやるんです。なので、法務省行きたいっていう人は、実はですね、これ覚えておいてください。ここの官僚は検察官です。正確に言うと、検察官が出向します。なので、私ね、よく法務省に行きたくて公務員試験受けますっていう相談も受けるんですね。で、総合職レベルの話ね。これ、例えば、一般職とか、そこまで上の公務員じゃない場合は、全然法務省を受けていただいていいんですよ。ただ、上に立ちたい、法務省の上の公務員やりたいっていう方は、この人はね、検察官になっちゃうので、それは司法試験受けた方がいいですよって言ってます。一方、入管と税関は別に国家総合職から行けますけど、ここって法務省ではね、そこまでね、重要視されてないので、ここから例えば事務次官になりたい、トップになりたいっていうのは、一般的にはできないと言われています。ただ別に入管行きたい、税関行きたいという方は全然行っていただいていいと思います。やりたいことをやるのが一番ですからね。で、なんで法務省の官僚が検察官かというと、ちょっとね、これ、歴史的な経緯があります。で、この国家総合職というのは昔国一と言いまして、もっと昔は高等文官試験と呼ばれるものでした。で、この高等文官試験は、行政か、外交か、司法かという3つがありました。で、行政かっていうのは、まあ一般の公務員になりたい人の試験。外交かっていうのは、外交官になりたい人の試験。司法課っていうのは裁判官とか検察官になりたいための試験。もちろんそれ以外もね、司法課とかから行けたでしょうけど、基本的にはそういう試験です。で、これが戦後司法課が分離して、これが司法試験になりました。ただこれに弁護士になる弁護士試験もくっつけて司法試験になりました。だからこの歴史的経緯から、法務省の官僚というのは司法試験から廃止するということになります。で、行政課はちょっと途中経緯を除くと国家総合職になりました。
で、外交科は一時期外専っていう外務専門科で試験もあったんですが、外務専門科じゃなくて外務専門科の前身の試験もあったんですけど、まあ、結局はこの国家総合職に統一されたと考えていいでしょう。今のね、外務省専門職試験はちょっと違う試験なので、外交官はね、今、外交官になるためにこっちです。外務省専門職員ももちろん外交官にはなれるんですけど、外務省で上を目指すんだったら一応こっちです。まあ、そういうふうになってると思ってください。まあ、こういった歴史的経緯から、法務省の官僚は司法試験で廃止される。これもぜひ覚えておいてください。13ページ戻ります。じゃあ、過去に国家総合職試験の試験科目です。で、第一次試験は基礎能力試験で文書理解。で、文書理解は英語と国語の読解問題です。で、地方の公務員には古文とか出るところもあったようですけど、基本的に国家総合職とか国家一般職っていうのは文書理解は現代文ですね。で、判断推理。あと、ここには書いてるんだけど、数的処理。これは、論理パズルとか、まあ、数的パズルとか、そういう話です。要するに、A さん、B さん、C さんがこう言ってます。嘘をついてる人は一人だけいます。誰ですか？とか、そういった問題ですね。あとは、空間のこの断面図がどうなりますかとか、そういった問題も出ます。で、自然人文社会科学など。これは、あれですね。数学、理科、社会。そういったものです。で、人文って例えば歴史とか芸術とか文学とかそういった問題が出ます。で、専門式試験は多種択一試験で、憲法、行政法、民法。この3科目がメインで、あと商法、刑法、国際法、労働法、経済学、財政学から3科目選択。でね、これ司法試験と両にらみするためには、実は商法、刑法を選んだ上で、国際法、労働法、どっちか選べば司法試験の科目と完全に重なります。国際法は司法試験でいう国際公法と同じ科目です。で、あと憲法、行政法、民法は非常に配点が高いので、司法試験と両にらみするならこれ重点的に勉強するということになります。で、第二次試験、専門式試験、記述式です。憲法、行政法、民法、国際法、公共政策から3科目選択。まあ、憲法、行政法、民法なんかを選択しておくと、非常に公務員試験となじみが深い。次、政策論文試験です。で、政策論文試験っていうのは、まあ、政策的な論文を書けってことで、私の時はね、TPP 政策について、書けみたいなものが出ました。で、人物試験、これ面接で30分程度です。で、これも結構こってりした面接なんですけど、これはあくまで国家総合職の試験科目の中の面接で、これ受かっても官庁訪問に行かないと採用されません。試験ではないが、これをやらないと採用されない。で、両方を受験するときのスケジュールなんですけど、大学4年生で予備試験と国家総合職を受験した場合、これね、あくまで予定なんですけど、これ全然受験できます。4月下旬に国家総合職、5月から6月で国家総合職2試験。で、人物試験合格発表で、7月官庁訪問合格発表をする。で、予備試験担当式試験、予備試験論文式試験で、9月ロースクール入試みたいな感じです。で、米印で、ただし大学3年生で予備試験と国家総合職を受験することも可能で、大学3年生で予備試験に合格すれば、大学4年生で司法試験を受験できます。で、国家総合職を3年生で受験するときは、まあ、4年生でもね、受けた方がいいです。じゃあ、ここからはね、司法試験と国家総合職の法律職を両方受けてみると、どういう対策になるかというご説明をしておきます。で、これはね、そんなに難しくはありません。というかね、昔は東京大学を中心としてよくいらっしゃいました。で、対策として、試験区分は国家総合職かもちろん法律職を選択してください。国家総合職ってのは他に経済、行政とか教養とかもありますし、あと理系の理工とか心理とかいろいろあります。ただ、司法試験と両にらみするなら法律職選択された方がいいです。で、法律職選択すると実は、司法試験と国家総合職専門の試験は全部重なります。で、法律科目の勉強は司法試験の勉強をベースに学習しましょう。なぜかというと、基本7法ってのは総合職よりも司法試験の方が難しいです。ただし1個だけ、行政法を除いては。ここに書いてる通り、行政法以外の国家総合職より司法試験の方が難しいから、大は小を兼ねるという意味で司法試験を勉強してる。ただ、行政法はね、結構国家総合職も難しいです。まあ、行政の試験ではそりゃそうですよね。
司法試験を勉強したので国家総合職の形式に慣れていれば十分。法律科目は特に行政法、民法、刑法に非常に多く。双方共通科目であり重要科目。特にね、その中でも行政法、民法。これは司法試験でもそれなりに重要なので、あとね、行政法苦手な人が多いんです。だから司法試験で行政法ではむしろ得意にして、差をつける。で、司法試験民法は得意な人が多いで、ここで負けるわけにはいかない。なので、行政法、民法に特に比重を置きます。で、小手先の勉強ではなく、レックの入門講座や C ブックで法律の考え方をしっかり身につけておく。それで、応用力になります。で、資格試験はまず過去問から、資格試験はまず過去問からで、過去問いきなり解き始める人いますよね。で、これなんですけど、これはあくまで、例えば高校とかで学んだ知識がそれなりに出る、例えば就職試験の SPI とかそういう場合です。で、これ予備試験のクラスの資格には通用しません。というのも、普通法律って知らないから。知らないものの過去問をいきなり見てもわかんないので、まずはそれなりに知識入れましょう。そっから過去問です。ただし、一般教養別。文章理解とかは、もうね、高校までで国語とか英語とかやってきたと思うので、それは過去問から見ても構わない。あと、法律科目は円環構造。最初から理解できなくても諦めない。何週もやって理解できることがある。例えば法律の民法ってね、実は、最後まで勉強しないとわからないことが最初に出てきます。どういうことかっていうと、例えばね、民法の最初にね、自然人ってあるんですね。未成年者が契約を取り消しますよってことをやるんですけど、それって実は、終わりの方で学ぶ、例えば相続とかね、売買とか、そういった概念を本当は知らないと全部わかんないですよ。だから最初はよくわかんないなっていう部分も当然あるんです。一回最後まで行って、もう一回やるときに初めてわかるときもあるので、何回も何回も民法を勉強してください。で、民法一回最初から最後までやるのを一周と言います。2周、3周、4周、何度もしてください。で、加古さん、一般教養科目の勉強です。大きく分けて文章理解、国語、英語、判断数理、数的処理、人文科学、社会科学、自然科学があります。で、公認試験は近年文章理解、判断数理、数的処理の比重が上がっています。これ知能分野と言います。要するに理科社会の知識分野じゃなくて知能分野が上がっている。で、これね、司法試験と総合職両に並みのする人は一般教養ってそんなに時間かけてらんないです。だから英語と判断数理、数的処理の問題演習はコンスタントにやっておいた方がいい。慣れも重要だから。で、私がね、おすすめする勉強法はね、基本的に司法試験の勉強をやります。総合職と司法試験両、総合職と予備試験両方受けるときは、基本的に司法試験の勉強をやります。でね、1日1題でいいので、文章理解か判断数理、数的処理の問題を解いてください。1日1題だったら2、30分でできますよね。だから、月曜日は国語、火曜日は英語、水曜日が判断数理、木曜日数的処理、1題ずつでいいんですよ。だって、それだって1年で相当な問題演習ですね。で、1台ずつでいいんでやってください。で、あと、どうせなら就活対策や浪人試も見据えて、TOEIC や TOEFL に取り組むのがいい。これもおすすめです。やっぱりね、英語ってのは、放送の道に進んでも、公務員の道に進んでも、できた方がいいに決まってますね。だから、英語はちゃんとやりましょう。これはいいです。で、判断数理、数的処理は数学ではないので、苦手な人も解法をつかめば大丈夫です。で、これね、公務員試験のね、永遠の課題なんですね。判断数理、数的処理は、判断数理、数的処理、特に数的処理は数学科って問題があります。でね、大抵の司法試験、失礼しました。大抵の公務員予備校、レックも含めてなんですけど、数学じゃないよ。だから数学苦手な人も解けない、数学できなくて大丈夫だよ。解けるようになるからって言います。それは真実です。ただ一方で、数学ができる方に、失礼しました。数学ができると有利なことも否定できません。だから僕はね、これ二通りに分けます。数学苦手ですか得意ですかって聞きます。どっちかといえばね、で、めちゃくちゃ苦手ですって方は、数学と思わないで解法を身につけていった方がいい。で、数学ができる人は逆にね、総合職ぐらい受けるんだったらバリバリ数学使っていった方がいいです。で、これね、別に理系じゃないよ、文系だからとかそういう話ではない。そういうレベルの話じゃなくて、簡単な数学ができればいいんで、数学できる人は高校の数学プラス簡単な偏微分の計算までできるとかなり有利になります。なぜかというと、これね、経済学の理解にも直結します。総合職か法律職でも経済学の問題出て選択できます。法律わかんないときは経済学、
解くってこともできるので、これもできた方がいいです。ただ、あくまで高校の教科書の基本問題が解ければ十分すぎるイメージで入試問題ではあります。で、実際、偏微分もインターネットで検索して、分かりやすい解説サイトを見て、ちょちょっと理解できるだけで十分です。もう30分ぐらいで十分です。それぐらいです。ただ、数学使ったらいいんだな、ぐらいの、発想でいいです。知識分野、人文科学、社会科学、自然科学については得意分野を決めておいて、そこを狙い撃ちする。ただ、社会科学の経済学、政治学、法律学についてはやっておいた方がいい。で、得意分野やってください。理科、数学、理科、社会については。ただ、迷ったら社会科学の経済学、政治学、法律学はね、これ、やっておいた方がいいです。経済学は専門科目で選択できるし、政治学は憲法と関連するので、関連知識多いです。いいでしょうか。で、終わりに、司法試験と国家総合職のダブルライセンスは共通科目がたくさんあるので、十分狙えますので、ぜひね、これも考えていてください。で、正確な試験日程は試験案内で確認してください。毎年変わります。で、今ね、国家総合職って公務員試験の一般教養科目説明したので、1ページ目に戻って、予備試験担当の一般教養科目、これがお説明します。で、基本的に公務員試験と同じなんだけど、知識分野が中心なんですよ。判断数理は、判断推理数的処理は 1個しか出ない。で、文章読解ないんですよ。で、英語の文章読解は5題ぐらい出ます。だから、英語が出て、判断数理、数的処理が出て、あとは人文科学、社会科学、自然科学、知識分野ばっかり。ただね、選択制です。全部選択制で、40代のうち20代で好きなの選べばいいから、好きな分野だけ勉強してやっておけば十分です。あとね、英語は難しい。予備試験の英語は難しいんで、自信がある人以外は手を出さない方がいいです。あとね、一般教養科目で何点取らないと足切りはないので、一般教養科目、まるっきり勉強しなくても大丈夫です。で、0点ってことないですよね、確率論的に。なので、一般教養科目勉強しないで、法律で点数稼ぐっていう点もあります。だから私のおすすめとしては、国家総合職と両に並みする人は一般教養科目ちゃんと勉強するんだけど、予備試験だけの人は一般教養科目勉強しなくていいよと言います。で、それで不安だっていう人は社会科学だけやってくださいと言います。社会科学は法律との共通性が高いので勉強しやすいはずです。ただね、国家総合職の法律職についてもご説明しました。で、15ページ行ってください。で、その他の公務員試験もいっぱいあります。で、公務員試験の種類、公務員はたくさんあるので種類も多いです。で、国家公務員は難易度別に分かれていて、キャリア向けはさっき言った国家総合職試験。キャリアったら官僚になる試験。で、専門家向け、国税専門家。これ、税金の専門家になる。財務専門家。財務の省の専門家になる。あと、労働基準監督官。これ、労基って言って、過重労働とかブラック企業に、こう、ね、踏み込んで監督するのが労働基準官とか。こんなものがあります。で、これはそれぞれの専門家試験があって、ちょっとね、試験科目も特殊になっています。で、一般職向けは国家一般職試験で、これ国家総合職にも下の試験で、まあ、一般事務を取り扱うっていうことです。ただね、この一般職って、企業の総合職、一般職とちょっと対応していない面があります。で、企業の一般職よりは、もうちょっとね、難しいことをやるのが国家一般職です。で、この試験もあります。で、国家一般職は法律だけの区分はないんですけど、行政って区分があって、法律科目が比較的出ます。で、裁判所向けは裁判所事務官って言って、一審一審、火災調査官、こんなものがあります。で、国家公務員、これ以外もいっぱいあるんですよ。例えば、自衛隊の幹部試験とかね、いろんなものがあるんですけど、全部見ていくとキリがないので、まあ、一般的に大学生が受けそうな試験を挙げました。で、地方公務員、これ自治体ごとに違います。で、警察官とも一普通はここにあります。キャリア警察官は国家総合職だけど、普通の警察官は地方公務員になります。で、地方上級試験というのが一般的で、これ東京都とか横浜市とか、都道府県あるいは市町村になります。で、あと市役所もあります。で、警察官、あと消防など多種多様になります。ただね、結構皆さん狙う地方上級試験は、試験科目がね、ある程度共通化されているってこともあります。で、試験内容は大体筆記試験面接となっています。でね、法学部の方が、ちょっと地方上級受ける方、あとは国家一般職受ける方、
多いんですけど、最低ね、これ行政って区分になります。で、これ国家総合職の行政区分ったら政治学ばっかなんだけど、これ地方上級とかのとか一般職の行政区分はイメージとして法律、政治、経済です。だから法律も出れば政治学みたいなの、政治学とか行政学みたいなのも出て、経済学も出るんで、ちょっと幅広くなります。ですので、公務員試験としては人気非常に高いんですけど、司法試験と両に並みするという意味では、総合職よりは受かりにくくはなります。幅広いんでね。ただ、非常に人気がある試験です。あとね、やっぱり司法試験受けたいんだけど、受からなかったら地元に戻って地元の県庁で働きたいっていうのも昔からよくあるパターンですので、そういった方は地方上級受けることになります。あとね、地方公務員やりながら予備試験受かるとか、そういう方も結構いらっしゃいますね。私も何人も見ていますし、受講生の方でもやっぱ公務員の方っていらっしゃいましたね。地方公務員もいれば国家公務員もいました。なので、それは別に珍しいことではありません。はい、よろしいでしょうか。じゃあここでね、じゃあもう最後になりましたけど、皆さんね、まあこれはガイダンス受けていただいたってことは、司法試験とかやっぱ興味あると思うんですよ。で、司法試験も興味あるけど、公務員も興味ある、一般就職も興味ある、まあこういった方がいらっしゃると思います。で、まずね、何のこれ、志望度が高いかを考えてください。で、一般就職の比重が高いのか、公務員の比重が高いのか、司法試験の比重が高いのかを、これ考えてください。でね、司法試験と国家総合職、両に並みはもちろんできます。で、公務員試験と一般就職の両に並みもできますし、司法試験と一般就職の両に並みももちろんできます。で、あと3つ全部ってのもあり得ます。ただ、3つ全部とか、総合職と一般就職、両に並みとか、そういう場合は、ね、一般就職を受けれる会社ってのはすごく少なくなる。何十社も受けれないので、例えば3社ぐらい受けますっていうんだったら、一般就職と兼ねることは可能です。民間就職とね、そういうことになります。あとですね、特に国家総合職とか公務員系受けたい人に一つアドバイス。学生時代ね、勉強ばっかにならないでください。勉強ばっかしてる人を国家総合職の面接官は取りません。なぜかというと、勉強できて当たり前の世界だから、国家総合職って。いや、みんな試験受かってますからね。いや、試験受かったの分かります。じゃあ、試験受かった中で、あなたは何ができますかってのを聞いてるのに、試験受かりました、勉強しましたって答えると、答えになってないわけです。なので、国家総合職受けるかな、これ逆説的なんですけど、勉強も頑張って、それ以外の学生生活も頑張んなきゃいけない。その頑張ったことってのは別に何かステレオタイプがあるわけではない。もちろんサークル活動でもいいし、運動部の部活でもいいし、アルバイトでもいいんだけど、そこでどういった経験をしてきたのか、その経験がこれからの公務員生活にどう役立つのか、そういったことを具体的に面接で述べていかなきゃいけないんです。なので、公務員試験を受ける方は普段の学生生活を充実させるということもですね、ぜひ頭に入れてください。で、司法試験と国家総合職、両に並みされる方は、実はね、これね、そんなに無理ないですよ。特に1年生の方、例えばレックの入門講座2年コースで受けていただけると、最初授業あるのは月曜日と金曜日です。で、月金の授業をとりあえず出ていただく、あるいはズームでもいいし、録画でも見ていただいてもいいんですけど、それを見て復習をするって勉強と、あと学生生活を充実させる。それをやっていけばいいんです。で、2年生ぐらいから総合職の勉強をちょろっと始めて、司法試験の勉強をした上ですよ。で、3年の予備試験を目指して、4年の総合職試験を目指すというのは、意外と無理ないんですよ。ちょっとね、授業が増えるぐらいのイメージで取り組むことも可能なので、もしね、司法試験、予備試験と公務員、両方興味がある。でも、さらに学生生活もしっかりやっておきたいって方いらっしゃったら、ご相談いただきたいと思います。無理なくできます。ただね、無理なくできると言っても、それなりに高級な試験ですので、ある程度の覚悟は必要です。よろしいでしょうか。
それがですね、ガイダンス自体はこれで終了するんですが、何かご質問ありましたらですね、チャットとかに打ち込んでいただければ、あ、これズームでやってるのね、チャットとかで打ち込んでいただければお答えしますし、あとはレックのね、各方向に、お問い合わせいただいてもお答えしますので、よろしくお願いいたします。それではまず私からのお話は、以上です。公務員司法試験という選択のガイダンス、これにて終了いたします。お疲れ様でした。